はい、どうも秘密結社冬神総帥ハッチーでございます。今回はファルコンステークスの予想を、ね、していきたいと思っております。まあ、今日の、ね、メインレース中京11レース の, あのダート、芝 1400m 3歳の、ね、NHK マイルカップに向けて非常に大事なレースということで、ね、まあ、ここを勝てば、まあ、多分直行で NHK マイルカップに行くのがいいのかなというような時期になってきました。まあ、というわけで、ね、今回は このレース、まあ軸1頭紐4点いつものね3連複6点で買っていこうと思うんですが、今回はね結構注目馬がいるんですね。まあ、今回軸馬として考えてるのがねこちらになります。5番人気の全のジャスタからいきたいと思います。まあ指数的にはタイム指数等を見るとこの馬も確実に上位3頭までには入ってくる指数を出してますし、まああの差し馬がね有利なこのレース向きの客室をしています。まあ、そして鞍上がね、あの福永に鞍上強化ということで、まあ、ここは、まあ、ジャスタウェイの福永っていうとね、差し損ねて3着の有馬記念を思い出すところですけども、まあ、3着でも当たるように、3連複で軸にさせてもらって、ここから紐4点であの確実に、ね、当てに行きたいと思います。ということで、紐の1点目、1番人気、10番ラウダシオン。まあ、前走ね、逃げて勝ってます。なのでね、まあ、前走逃げて勝った馬の単勝回収率みたいな、ね、マイナス要素はあるんですけれども、まあ、ただ、逃げ不利なレース傾向ながらも、ペースの読める滝豊、まあ、そしてですね、まあ、逃げじゃなくても勝ったことがあるっていうね、客室のある程度の融通性ということを考えると、ここは面白いんじゃないかなというふうに思っています。まあ、キャロットでね、まあ、逃げてもいいし、逃げなくてもいいみたいな馬、レシステンシアの馬がね、滝豊騎乗で桜花賞行くことが決まったなんていうことを考えると、まあ、レシステンシアがどんなレースをするのかなっていうのをね、一つ のチェックする、滝豊ってこういう感じでキャロットの馬にいろいろ言われて乗るんだっていうのをね、見ておくいい機会というふうにも、まあ、言えるかもしれません。ちょっと距離とかね、少し違うけどね、まあそんな感じで考えてもいいかもしれないです。じゃないじゃん。まあ、ラウダシオンはまあシルクですけどね、ノーザンの馬ですからね、まあ、大して変わらないですね。まあ、そして、キャロットの馬はこっちです、アブソルティスモ。まあ、こっちもね、丸山が乗るってことで、中京ってこともあって乗り換わりですね。まあ、この馬、まあ、父大和メジャーってこともあって、ダートじゃないや、芝1400、まあ、この辺の距離が向くんじゃないでしょうか。距離短縮でいいと思ったら、これ前走は1400使ってんのか。まあ、ただね、この辺の距離がいい馬であることには間違いないんでね。まあそう考えると中京で、まあ、芝戦力とはいえね、中京でまあ2勝目を挙げているというのはプラスに働くと思います。まあ、そして6番シャインガーネット。まあ、この馬もね前走重賞4着まで来てますし、まあ、ちょっとねちぎられたとはいえ、まあ、オルフェブル3区気象の問題もあって無観客競馬の方がいいんじゃないかなみたいなところもあるんでね、まあ、オルフェブル自身もダービー勝ったのぶっちぎりだったとはいえね、あの時の観客のね声援の量といい、まあ、観客の数といい、大雨の中、あの震災の後の大雨の中でね、ダービーにしては全然だったんでね、まあ、そういう環境の方がいいんじゃないかということでね、まあ、オルフェブル3区狙ってみたいと思います。そしてこれ最後1番2番迷ったんですけどもね、こっちで行きましょう。ウィングレイテスト、まあ、あの兄のベストメンバーもね期間内から重賞結果残してますし、ね、まあ、京都校舎っていうのはちょっと気になるところではあるんですけども、まあ、前走ね G1 に挑戦したというあたり期待の馬というのは間違いないと思いますし、まあ、9着とはいえねそこまで、まあ、前後の馬たちと比べたら、まあ、この辺の、ね、馬たちと比べたら差をつけられてないんでね、まあ、十分一発狙えると思います。まあ、ですので以上こんな感じで3連複6点で狙ってみたいと思っております。以上ハッチーでした。